170丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IND コンコース線の駅である。ブロンクスクハイブリッジのグランドコンコースと東170丁目及び東171丁目との交差点に位置し B 系統がラッシュ時のみ D 系統がラッシュ時を除く終日停車する。この駅は1933年7月1日に観光線2線と急行線1線。 相対式ホーム2面を有した2面3線の地下駅として開業した。中央の急行線にはホームがなく、ラッシュ時に混雑方向へ向かう急行 D 系統が通過する。両ホーム壁面は白色のタイルでできているが上部には黒とオレンジの王線が描かれている。その他、配置に白の3セリフ体で 170THST と書かれた駅名表や、 170と書かれた改札口の方向を示す小さな看板があり、ホーム上には改札外まで貫く黄色の柱が等間隔で立っている。なお、東駅南に留置線があるが東駅方面からの進入はできず、隣の167丁目駅から南行間高線を逆走して入る必要がある。グランドコンコース東側の出入り口終日開いている改札口は、 駅の北側にあり、各ホームから2つの階段で接続されている。改札口には、回転式改札機と切符売り場、通りへの階段があり、東171丁目と、グランドコンコースの交差点北側へ出ることが可能である。また、改札内で南北ホームを行き来することも可能である。このか各ホーム南側には、無人改札口があり、両方の改札口には、 回転式改札機がある南両ホーム側からは、階段で東170丁目とグランドコンコースの交差点西側へ、反対の北高ホームの改札口からは、同交差点の南東へ出ることができる。ただし、北高ホームの改札口は退場専用であり、入場はできない。また、両改札口には通りへ行くものと別の階段があり、 1> 東170丁目トンネルへと行くことができる。ありがとうございます。